大好きな動物が身近にいることで、そこで仕事ができるってことがすごく幸せです。はい、動物と身近に触れ合えることがとてもやりがいに感じています。いろんな表情とかを見せてくれるので、とても毎日が楽しいことでいっぱいです。今のやりがいは、新しく来た動物が1年ぐらいかけてショーデビューしたことに、すごくやりがいを感じます。今敬礼をできない子がいるんですけど、1歳の可愛い子で、そのオタリアの子なんですけど、その子に今敬礼を教えてます。でこの間初めてちょっとピキってやってくれたのがすごい嬉しかったです。言葉の通じない動物を相手にしているので、動物のちょっとした動きを見て、それを逆にお客様にもしっかりと動物がどう思ってるんだよっていうところを伝えてあげる、自分が言葉の通じない動物の気持ちになってお客様に伝えるっていうところです。常に動物たちが楽しんで遊べるように、僕もいつも一緒に楽しくトレーニングをやったり、そういったことを意識して、いつも接しています。ね、ショーとか見終わった後にすごい動物との関係が良かったねとか、私とコンビのイルカの子を覚えてくれたりしたことがとても嬉しかったです。今後も日本にいっぱいある水族館の中で、エノスイはエノスイらしさを生かして、ここにいる動物の魅力っていうのを皆さんに伝えていきたいです。はい、日本を代表するような、トップトレーナーになることと、あとは、これからの、日本の水族館を、支えていける、いやもしくは引っ張っていけるような、トレーナー存在でありたいなと思っています。なりたいという気持ちを強く持てば行動に現れると思うので、皆さん強く気持ちを持って自分の好きな職業にぜひついてみてください。はい、夢は絶対叶うものです。なので夢を諦めずに頑張ってください。やろうとしていることは諦めてしまうと、もうそこでできなくなってしまうと思うので、どんなに狭き門と言われてても、やろうという気持ちがあればいつか叶うと思います。諦めずに好きな仕事を目指して頑張ってください。頑張って。